つの目でどんな感じで、もっとはいろいろ、まあいろいろなこともありましたけど、作戦的には特に変わりはなかったですけど、やっぱ序盤硬いなって言われました。自分ではあんま分かんなかったんですけど。感覚が空いたからですか。まあいろいろあると思いますね、感覚もあるし、まあ久しぶり、うん、そうですね、うん、感覚的なのは、そんな硬かったのかなと思うけど、まあ結構言われるから。ああそうですか。でもなんか一回ダウン取ってからはまあまあいつも通り戦えたかな。うん、なんで向こうが上できたらこっちはもう1か2ぐらいでやるみたいな。うん、冷静ですよね。そういうで、その需要ってずっと続かないんですよ。うん、続いて10秒ぐらいじゃないですかね、多分。でも止まったら僕がまた需要でいく。うん、そこで10対10で付き合っちゃうと、うん、意味ないっていうか、どっちも疲れちゃうんで。うん、そういうのもね、結構練習でもやってますね。うん、需要できた時はこっちはもう1回。うん、相手をしんどい方に追い込む。そういうのやってる人なかなかいない。それ最初からなんですか、それともだんだんそういう風になってきて、もう余裕が、うん、だん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 、うん、経験とかもありますし、うん、そういうのでいろいろ進化をしていってますね。やっぱまだどんどん強くなってるっていう感覚。そうね、やっぱ練習で内容も、練習する内容も変わってきてるし、うん、どんどん進化をしてるんですね。うんうん、普段練習のと全然やっぱり違うんですね。緊張するからやっぱね、力入るんですかね、全身に。うん、こんなんならないですもんね。あ、ほんまに綺麗に全身筋肉ついて、うん、どこを押されてもなんかもう気持ちいいっていうのは。すごいですよね、シンプルに。当たらないボクサーとかっていうのはダメージは少ないと思うんで、どんどんやっていく。